うございます。アメコミリーグ YouTube チャンネルでーす。さあ今日はですね、池袋のバースコミックさんに、来ました。僕は呼び出されたんですけども、何でしょう。佐藤さん、今度ちょっと留学されると聞いたんです。あ、そうです。僕ら、僕これね、ちょっと公開がまだ、もうもしかしたら超えてる可能性ありますが、8月5日から3ヶ月間フィリピンに英語を覚えに留学行ってきます。はい、留学されるということで、やっぱりちょっとせっかくアメコミリーグなんですから、なんかアメコミをなんか覚えて英語で読めるようになったりしたら、なんかちょっといいんじゃないかな。東方力丸さんの英語版ってこと？はい、ちょっとこれ英語で、英語で全部、はい、言えるように、はい、だからその今日はそれで原資を変えと。はい、わかりました。なるほどね。早速ちょっとバスコミックさん行ってみましょう。お邪魔しましょう。本当お世話になってますから。いや、原書だの、すごく翻訳されたやつなの、最高ですよ。宝の山ね、あちらに原書がたくさんありますけども、さあどれを買いましょうか。店長に聞くのが一番いいですかね。聞いてないですか。何も聞いてないですよね。いつもすいません、本当。いや、僕あの8月5日からフィリピンに3ヶ月英語を覚えに留学行くんですよ、はい、でそのためにはなんか その結果を森笠が、はい、その帰ってきて現象をペラペラにを話せるようになってほしいみたいな宿題を今持ちかけられて、はい、で現象をちょっと買いに来たんですけど、はい、どれがいいですかね、おすすめとしては。おすすめというか、まあ、あのこういうリフタイプよりもまとまった、はい、あのTP1 っていう、はい、あのちゃんと一冊で解決してるんですよね。はい、お話が分かるやつがいいかなと思いますけど。じゃあリーフじゃなくてこちらの方が、そうですね、割とちゃんとしてる、はい、その完結してるやつの方がいいんじゃないかと。はい、そうだよ、うん、そうです。ちなみに3ヶ月で英語は、あ、僕はもう全然ダメです。あ、ダメですか。もう学校で習っただけちゃんと高卒大卒のレベルで、はい、高卒レベル、あ、ちゃんと俺と一緒ですね、はい、ありがとうございます。僕はちょっと現象を東方力丸さんみたいに喋れるようにならなきゃいけないみたいなんで、やっぱホークエイがいいじゃない。なるほど。うん、インフィニティウォーに出てなくて期待値も上がってるじゃない。で、もしかしたらキャプテンマーベルとかにもちょっと出てくるかもしれないさ。ホークエイってどちらに？ ABCD。 あ、なるほど。だいたい H あたりの A、B、A、マーベルで、こっちから ABCD になってますね。 H あたり、大体このあたり。あ、ありがとうございます、はい、あ、あります、ホークアイ。あ、僕4つで、なおかつここはこの3つシリーズですね。これ絵がいいよ。森笠君がおすすめしてた LA ゴマ、これにしましょうか。これがちょうど1冊だけ続編がないような感じで完結そうな感じ。これにしましょう。ガーディアンズもいいけどね。けど今の仲間になるとかいろいろ大変なんだよね。そうですね、ちょっと複雑なとこ、複雑なとこ急に途中から読んでも難しいよね。あと1個 X-Men のあれ買いましょうよ、はい、ジェネシスのこれ、オンデザイン、X-Men の歴史が分かるというこの2点やりたいと思います。はい、ということで X-Men、こちらですね、グランドデザインのセカンドジェネシスと、そして、ホークエイの LA ウーマン、こちらを購入して、11月には私この2つをスラスラと読めるような東方力丸さんのような人間になれたらと思います。そして、まあ、今日現在ですけど、こちらインフィニティウォーの、ポスターを現象買うとですね、なんとバースコミックさんがプレゼントしてくれるというね、もしかしたら皆さんが来る頃には違うポスターもプレゼントするかもしれませんので、ぜひ足を運んでみてください。以上、アメコミリーグ YouTube チャンネルでした。